秋田大学は、秋田県秋田市手形学園町 1-1 に本部を置く、日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は秋大。1949年に、秋田師範学校、秋田青年師範学校、秋田鉱山専門学校を包括して設置された。秋田大学では1949年の新制大学設置年を、創立年としているため、本校でもその見解に従った。学部2013年度入学生まで存在した学部、学科、家庭研究科附属機関21世紀、COE プログラム21世紀、COE プログラムとして、1件のプロジェクトが採択されている。グローバル COE、プログラムグローバル COE プログラムとして、1件のプロジェクトが採択されている。体育系、クラブサークル文化系、クラブサークル医学部クラブサークル、保健学科クラブサークル、秋田大学の学園祭は、秋田大学祭と呼ばれ、毎年10月に開催されている。体育会が主催するスポーツイベントで、男鹿市の寒風山から手形キャンパスまでの約 40km を一晩かけて歩き通す。年1回、通例6月に開催される。学生や大学関係者の他に一般からも参加があり、例年500人ほどが集う。秋田大学の同窓会は以下のように各学部、組織ごとの出身者別に構成される。また、各同窓会の相互交流、全学出身者の連携を目的とした全学同窓会連絡協議会が存在する。手形キャンパス大学事務局はこのキャンパスにある。また、教養基礎教育の多くもこのキャンパスで開講される。附属工業博物館は公道を挟みた施設よりも高い場所に位置する。本堂キャンパス、ほどのキャンパス教育文化学部附属小学校、道中学校、道特別支援学校、同幼稚園はこのキャンパスにある。秋田大学の学生が入居可能な寮として男子寮である西谷地寮、女子寮である手形寮、本堂寮がある。西谷地寮老朽化した旧北光寮を建て替える目的で2010年から入居が開始された寮。旧北光寮のグラウンド跡に建てられ、オール電化やセキュリティなど最新の設備が設置されている。なお、旧北光寮は工学資源学部制のみであったが、こちらは全学部制が対象となっている。手形寮本堂寮デジタル大事戦。秋大とは、ことバンク。2020年9月15日閲覧。医学部は所在地を本堂1丁目1番1号と称しているが、正式な地名ではない。医学部設立直後に薬理学教授の中井健吾が考案した俗称で、論語の一節、君子は本を、無む。元立ちて、道をず、あるいは、漢方医学で内科を意味する、本堂が由来だという。秋田功新報電子版秋田市浦ガイド2018、医学部創設の精神、今に2018年4月19日閲覧。2018年度入学生用の国際資源学部案内によると、教育、研究分野には、政治学、国際関係論分野、国際協力、開発分野、法律、制度研究分野、社会人類学、地域研究分野、資源経済学、地政学分野、異文化コミュニケーション分野がある。2015年度入学生用の国際資源学部案内によると、教育、研究分野には、地質解析学、古環境解析学分野、金属鉱床学分野、資源鉱物学、テクトニクス分野、石油地質学分野、岩石学分野があるとされる。なお、資源地球科学コースのホームページによると、研究室は地質解析学、古環境解析学分野、石油地質学分野、金属鉱床学分野、岩石学分野、鉱物資源、テクトニクス分野に分かれている。2015年度入学生用の国際資源学部案内によると、教育、研究分野には、教育、研究分野は、資源環境物質循環研究分野、エネルギー資源工学分野、物理探査研究分野、資源処理工学分野、岩盤工学分野、精錬プロセス工学研究分野がある。2015年入学生用の教育文化学部案内によると、コース分けは2年次。地域社会コースには、公共政策領域、情報コミュニケーション領域、生活科学領域、心理実践領域、地域環境領域、人間文化コースには、日本文化領域、国際文化領域、芸術文化領域という特定領域があり、一つ以上選択することになる。自分の所属コースの特定領域は必ず選択しなければならないが、二つ目以降は他コースの特定領域でも良いとされている。2014年度版の大学概要、2015年入学生用の大学案内によると、教育は基礎看護学講座、臨床看護学講座、母子看護学講座、地域、老年看護学講座、理学療法学講座、作業療法学講座が担当するとされる。2015年入学生用の理工学部案内によると、超分子化学、生化学、分子生物学分野、疾患生物学、分析化学、計算化学分野、細胞生物学分野がある。2015年入学生用の理工学部案内によると、分子化学分野、化学工学分野がある。2015年入学生用の理工学部案内によると、理載系数学分野、連続系数学分野、理論物理学分野がある。2015年入学生用の理工学部案内によると、電気エネルギー工学分野、光、電子デバイス工学分野、知能情報通信工学分野、制御システム工学分野がある。2015年入学生用の理工学部案内によると、ナノメカニクス分野、熱流体化学分野、ヒューマンメカトロニクス分野がある。2015年入学生用の理工学部案内によると、機械、宇宙システム分野、創造システム設計分野がある。2015年入学生用の理工学部案内によると、環境構造工学分野、地盤環境工学分野、水環境工学分野、福祉環境工学分野、環境材料工学分野がある。日本臨床心理士資格認定協会第一種指定大学院、領域、分野、系、部門は2014年度版の大学概要による。2014年度版の医学系研究科、医学部、附属病院概要によると、基礎看護学講座、臨床看護学講座、母子看護学講座、地域、老年看護学講座、理学療法学講座、作業療法学講座が担当するとされる。2014年度版の医学系研究科、医学部、附属病院概要によると、講座には、形態解析学、器官構造学、細胞生物学、細胞生理学、器官病態学、分子機能学、代謝機能学、生体防御学、内分泌、代謝、老年内科学、総合診療、検査診断学、麻酔、蘇生、疼痛管理学、放射線医学、がん科学、精神科学、微生物学、救急、集中治療医学がある。2014年度版の医学系研究科、医学部、附属病院概要によると、講座には、分子生化学、分子病態学、腫瘍病態学、消化器内科学、神経内科学、血液、腎臓、膠原病内科学、消化器外科学、呼吸器、乳腺内分泌外科学、腎泌尿器科学、臨床腫瘍学、地域がん包括医療学がある。2014年度版の医学系研究科、医学部、附属病院概要によると、講座には、器官、統合生理学、心臓血管外科学、整形外科学、皮膚科学、形成外科学、耳鼻咽喉科、頭頸部外科学、脳神経外科学、循環器内科学、呼吸器内科学、情報制御学、実験治療学、小児科学、産婦人科学、小児外科学がある。2014年度版の医学系研究科、医学部、附属病院概要によると、講座には、法医科学、環境保健学、公衆衛生学、医学教育学、地域医療政策学、医療情報学がある。2014年度版の大学概要によると、応用地球科学、地球システム工学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。2014年度版の大学概要によると、分子化学、化学工学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。AB2014 年度版の大学概要によると、生命科学のみで構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これは講座とされている。2014年度版の大学概要によると、材料物性学、知能材料学、エネルギー材料学、材料開発工学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。2014年度版の大学概要によると、情報工学、数理科学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。2014年度版の大学概要によると、機械物理工学、機械ダイナミクス、システム設計、ロボティクス、福祉工学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。2014年度版の大学概要によると、電気エネルギー工学、光、電子デバイス工学、知能情報通信工学、制御システム工学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。2014年度版の大学概要によると、福祉環境工学、環境構造工学、地域環境工学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。2014年度版の大学概要によると、ライフサイクル戦略学、環境調和型システム工学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。2014年度版の大学概要によると、資源地球科学、資源環境学、環境資源サイクル工学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。2014年度版の大学概要によると、機能材料工学、環境応用科学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。2014年度版の大学概要によると、生産システム工学、社会基盤工学、福祉システム工学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。2014年度版の大学概要によると、電気情報基盤システム工学、電子情報基盤システム工学で構成される。光学資源学研究家のホームページによると、これらは講座とされている。2018年に初めて卒業者の出る国際資源学部、理工学部出身者の所属同窓会は未定。ありがとうございます。